皆さん愛知名物の巨大チャーシュー知ってますか？はい、今日はそんなお店丸豚ラーメンさんに来させていただきました。なんとね、こちらのお店さっきの PV でね、作りたくなるような、ね、いい感じのお店で、ちょっとさっきの PV は無理やりかっこよく作りすぎましたが、はい、まあね、すごくなんか落ち着いた店内なので、そのロケーションも楽しんでみてください。メニューはいっぱいあって、一番好きなのはこの丸豚チャーシュー麺なんですが、まあ量が、ね、すげえ大きくてインパクトがあるやつって言ったら、これ一本堂っていうやつですね。普通になんか僕が美味しく食べれる量はね、普通のチャーシュー麺なんですけど、今回は皆さんにこれをどうしてもミスラフで、はい、注文させていただきました。箸で持った時にね、重くて全然持ち上がらないんですよ。あ、もう限界、もうすごいボリュームがあって、こっち側からも頑張って持ち上げます。うわ、断面図がいいよね。熱いよねこれ。なんか特別な工程でね、大きいやつで煮てるそうです。はい、ぜひインスタグラムではこんな感じで映えてみてください。ご飯の上に乗っけるっていうのがなんか僕の中のトレンドになってます。なんか美味しそうに見えるよね。で、実際に食べてみた感想なんですけれども、ここのなんか丸豚豚骨ベースのなんかスープっていうのはすごくなんか尖ってるわけではなくて、あのみんなが食べれるようなね、柔らかい味となっております。で、そこになんか昔ながらのその細麺という縮れ麺というか、なんかあのシンプルなラーメンの麺をなんかね、ここは使ってる。まあ僕ちょっと麺について詳しくはないんですけれども、なんで結構お子様から結構高齢の方まで、あの幅広い年代が食べれるなんか豚骨ラーメンなのかなと感じました。他にもね、味噌ラーメンとか、なんか台湾まぜそばとか、いろんなメニューがあるんで、そこら辺もねおすすめでございます。で、実際にね食べてみて、あのお昼がね、これご飯食べ放題みたいな感じなんで、あのオンする感じね、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、丸豚ラーメン、もしね気になる方はぜひ愛知県西尾市にいらしてください。で、あとは名古屋ドットフードっていうアカウントでね、インスタやってるんで、ぜひね名古屋ぐるっとハッシュタグをつけて投稿してみてください。いつもチェックしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。また来週ー。